ガウェイン卿と緑の騎士、ガウェイン卿と緑の騎士、ガウ、エイン卿と緑の騎士、サーガワインザ・グリーンナイツは、イングランドで書かれた、作者名不詳の物語、陰文である。1300年代後半、イングランド北西部、現在のマンチェスター周辺で書かれたとされる。作者は、名前が明らかでないため、この作品の名を取って、ガウェイン詩人、 あるいはもう一つの代表作パールの名を取って、と呼び習わされている。用いられている言語は中英語であり、イングランド北西部方言である。同時代のイングランド詩人であるジェフリー・チョーサーは、宮廷に出資していたこともあってその名を現代まで残しているが、ガウェイン詩人は、中世の没コ生性,性、つまり神の前では、人間は皆平等であるがゆえ、 その名を公に轟かせることを慎むといった当時の風潮の影響を受けてか本名が未だ明らかになっていない。コットンマニュースクリプトと呼ばれる写本が唯一の原点として伝わっているがどこをどう探しても作者の名前が見つからない。写本研究によりガウェイン詩人は他に3編の物語詩を残している子が明らかになっている。パール、パティエンス、ピュアリティの3つである。 その作者として最も広く考えられている候補は、ジョン・マッセイ・オブコットン、知者である。言語は1300年代後半の英語であり、イングランド北西部方言である。調査ーーが用いたロンドン方言は、現代英語に比較的直結した言語であるが、北西部方言は、まだ古英語をはじめとして、コノルドや古フランス語の語彙、綴りを保持していることが多く、英語の古い形を保っている。 したがって、現代順にとって、原点攻読の難しさは、チョーザーの作品よりも上であると言える。陰律は、同一行中における、強音節の五等の音を揃える、頭韻法を用いているが、連の終わり四行のみは、行末の音節を二行ずつ揃える、客韻となっている。この構造を、ボブホイールと言い、特に頭韻部の行を、オリターティブロングラインという。行中の語順は、 陰律の要請を受けているため比較的自由であり、英語の特徴である、スボ型には必ずしもなっていない。西ヨーロッパ全体に伝播していた、アーサー・オー物語群の影響を受けて書かれたとされる、この物語の主人公は、アーサー・オーの偉である岸ヶウェイン教である。アーサー・オーの宮殿で、新年の縁が開かれているとき、突如、衣服をはじめ紙から皮膚。 さらにはまたがる馬まで全て緑色の緑の騎士が現れ、首切りゲームを持ちかける。つまり、ガウェイン教に自分の首を大たでかき切ってみろと挑発し、それで、もし自分が無事だったら、それに相応する挑戦を受けろとガウェインに持ちかけるのある。ガウェインは言われる通り、緑の騎士の首を一振りで切り落とすが、首から血を噴き出す。緑の騎士の胴体は全く動じず、 おもむろに自分の首を拾い上げ、一年後、緑の礼拝堂で待っている。そこで、お前に、仕返しの一撃をくれてやるとけだけしく言い残し、首を小脇に抱えて走り去る。緑の礼拝堂を目指してガウェインは、旅に出る。ところが、会う人誰に尋ねても、誰も、緑の騎士のことなど知らない。時は、流れその年のクリスマスイブ、ある城に、 人よの宿を求めて立ち寄ったガウェインは、上司から、丁重なもてなしを受ける。そこで、ガウェインが手に入れたものと、上司が狩りで得る獲物を交換し合おうという約束をする。翌朝、上司は獣者を引き連れて、狩りに出かける。鹿や、イノシシやキツネを追い、狩猟の正しい作法に則っとって有毛に獲物を追う。一方、上司の留守中、ガウェインの寝室に、 上司の記載が現れ、ガウェインに話しかけ、騎士の礼節や貴婦人の作法、恋愛の楽しさや悲しさといった会話を交わしてはガウェインを誘惑する。狩猟と誘惑の場面が交互に現れ、当時の騎士の高等なたしなみである狩猟の技量を細かに描写する一方、騎士の礼節をわきまえたガウェインと言葉巧みな奥方とのやりとりが対照的に現れる。上司は約束通り、 狩りで得た獲物をガウェインに進呈し、ガウェインは返礼として、城の中で上主の記載から受けた切分を上主に返す。アーサー王宮殿での一件から一年後、登竜していた城を後にして、ガウェインは緑の礼拝堂を目指す。たどり着いたのは礼拝堂ではなく、高涼たる地勢の中にある草むした岩屈だった。そこで緑の騎士と再会したガウェインは、 返しの一撃を受けたタトーと紙をかき上げ首をあらわにする。緑の騎士は二度、大斧の寸前で止めるが、三度目にガウェインの首めがけて振り下ろす。しかし斬首されることなく、首に切り傷を作るだけでガウェインは踏みとどまる。ここで緑の騎士が自らの正体を口にする。実は緑の騎士はガウェインが投入した城,の城主、ベルシュラックだったのだ。城に止めたのも、 こに誘惑させたのも、すべてガウェインの奴量を試すために仕組んだ罠だったことを、打ちける。寸止めを二度したのは、ガウェインが、約束通り、物品の交換に応じたことと、この誘惑を礼儀正しく誇示したからであると述べ、傷を負わせたのは、今ガウェインが身につけている帯がベルジラックのもので、あるという過ちを戒めるためだと説明する。さらに、自分が、 緑の騎士に姿を変えられているのは城に住む魔法、使い、モルガン、モーガンの術によるものであると打ち明ける。二人は互いの奴隷と礼節、武勇を称え合い、ベルシラックはその功を称えるためそのまま帯を交換することを提案する。ガウェインは快諾し、ベルシラックは今一度、城でもてなすことを申し出るが、ガウェインは故事し、アーサーを王宮殿に帰る。 緑の騎士の帯を身につけたが、ウェインは、王をはじめ宮中の者から溢れんばかりの賞賛を受けて、物語は終わる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。